百地教ギデオン・オフニール、お前なんだろ？大ルーンを二つ持っていた最初の一人は。そうなんだろう。はい、ということで、やがてエルデの王となる。そう、エルデの王を目指すのは俺だけではない。てか、オープニングに出てきたギデオン・オフニールのフィアもクソ食いも、なんなら金仮面もホーラールーもみんな祝福を見てるんだよね。つまり王を目指す存在なわけですよね。で、エンヤバーが確か大ルーン二つゲットした時に二人目だみたいな話をしてたから、その一人目が多分ギデオン・オフニールなんじゃないかなっていうことを思っているとということですね。じゃあ冷たいロングソードで強化していきますか。冷たいがいいよね。多分霊気発生って物理との兼ね備えもあって結構強いと思うんだよな。魔法剣士ならね。じゃあ冷たいロングソードをいけるところまで強化しちゃいます。できれば筋力 C になった。筋力の方が上がってくれた方が個人的には都合がいい。そう、技量置き去りにしてほしいんだよな。技量置き去りにしてここまで行きますと14、まあいいでしょう。これで決勝圏に勝てるとは思わないけど、待って、信じられないほど負けてるわ。ありえねえ。まあ、とりあえず右手に仕込んどこう。まあ、ここはちょっと論争を使って使い心地を確かめていこうかな。まあ、ブロードソードは使わない。ロングソードは一応ダークソウル3の時は使ってたからね、初見で。ちなみにバンチのホーラールーイコールゴッドフレイ説は一応濃厚だと思ってます。てか、ゴッドフレイってさ、死んだじゃなくてなんか追放されたみたいな話してたよね。確か誰かが。もうこれほんとどこのソースかわかんないんだけど、確か追放みたいな話だったから、追放されて、で、バンチっていう単語を調べたら、未開の地みたいな意味らしいから、まあ、つまりその未開の王となって、でそこに俺たちアセビトを送り込んでるみたいなイメージ、そういうイメージなんじゃないかなって思ってる。だからゴッドフレイは割と黒幕的な、外から何かを変えようとしてる。それがマリカに対抗する行為なのかどうかっていうのはちょっとわかんないけどね。てか、マリカってもうちゃんとあれなんだね。罰を受けて埋まってるんだね。なんかそんな話してたよ、エンヤバーも。まあそのあたりを編集したんですけどね。編集すると本当にまたストーリーの理解がちょっとね、また変わってきちゃうんだよな。まあということで、何をするって言ったっけあ、この辺探索するって言ったな。いやでもさ、深い死のね、ちょっと探索甘すぎなんだよな。もうちょいやりたい。もうちょいやっときたい。で、それにあたって、ちょっと今回、一つ、試したいことがあって、エボシ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 。あれ、エボシがない。あ、これ買ってないのか？買いましょう。この頭ね、これが、知力上がるんですよね。66まで上がる。惜しいな。66か。66なら、あ、これの方が上がるじゃん。双剣。双剣の方が上がるじゃん。なんだよ、買わなくてよかった。とりあえず、この頭にして、で、何をするかっていうと、ラニの暗月の、魔術あるじゃないですか。あれの強さを測りたい。あれが強いのか使えるのかっていうのをちょっと判断して、今後知力に振っていくのか、それとも精神力メインで振っていくのかっていうのをちょっと考え直したいという感じですね。まあ、だから雑魚敵なり何なりに使ってみて試していくっていう感じのことをやっていきたいですね。ちなみに滅びの流星はマジで弱いです。もう使えるはずなんですよ、ランニの暗月。これいきましょう。ちなみにどんな感じ、ちなみにうわ、これレナの技じゃん。おお、自らにまとって放つのか。面白面白魔術来たじゃん。これ面白魔術なのか。まさか面白魔術だったら許さないぞ。あいつに使ってみる、試しに。あいつまあまあ強いし、あいつに試してみよう。俺行くぞ、空行くぞ。兄の乱月、兄の乱月行け。おお、あ、まあまあ、700ぐらいでしたね、今。でもこれさ、耐性下げるんだよ、確か。こっから、さらに強くなると思う。うわ、待って、これ、いいんじゃない、いいんじゃないか、これ。ありだな、ちょっとあり、ちょっとあり寄りですね。これ、あり寄りです。なんか耐性下げるっていうのが、ちょっとオシャレかも。てなわけで、ちょっと死の根の探索を再開しましょう。あ、でも、てかね、もう、当たりつけてるんですよ。この上。多分ね、上が、これ、俺全然もう怖くて行ってないから。まあ、上かなと。もう最近はさ、動画撮った直後にもう自分でどんな感じのことやってんだって確認してるから、まあ、その確認するとね、大体やっぱね、大雑把なところがすぐに見えるから、だからそれを即座に反映してる感じですね。この上明らかにいけそうだもんね。舐めてるね。これ探索しないわ、舐めすぎ。さすがに。バジリスクいるな。うーわ。まずい、粉だ。危ねえ。どっち行こう。とりあえずこっち行こう。とりあえずこっち行って、で、ルーン回収。滝上って、行ってないか。うわ、やべ。あっち行ける。あ、祝福ある。優先だ。祝福大優先。最優先祝福。よいしょ。サインダムありあるんだけど。まさかエリアになってる。
エリアになってる可能性あるな。広がりが結構あるかな。俺はもうそんな広がってないと思ってますけどね。なんか、てかなんか広くね、ちょっと。毒沼になってないこれ。なんかいる。待った、わかった。使用時だ。俺このエリアに絶対いると思ってる。使用時。ここに来るぞ。怖え、でけえ。正しい死を与えられなかった。彼に俺が正しい死を与えてやる。え？てかなんか、魚みたいになってない？鱗？いや、人だよな、これ。いや、こんなことになってんの？もう人じゃないよ。あ、てかワープゾーンある。なるほど。ワープしていくのか。でも起動しないってことは俺もしかして条件満たしてないってきたわ。誰？フィアの英雄？え？フィア？ちょ待って。至近のフィア。フィアか。なんで？隔絶された。領域展開。待った、発動しね。難しい、発動。ラニー、発動させてくれ。フィアの騎士、フィアの英雄。待てよ、フィアに見入られたってことか、お前。何者だ。俺もフィアの騎士であるぞ。一生発動できないんですけど、これ。何これ。びっくりしてる。恐怖を隠せない。いけ！マジで。終わって。え、マジこれ弱いの、もしかして。弱いっすか？これ弱いの？俺強いと思ってる。強い？いや、強いと思ったんだけど。ほら！いや、ちょ、待て。まあ、ノーダメージはちょっと効いてないよ。っていうか、やっぱそうだよな。絶対そうだよ。ゴッドウィンだよ、これが。ゴッドウィン。マジこれ、一生発動できない疑惑出てきた。これ初手行こう、初手。もう初手行くしかない。ラニーの暗月を見せるんだ、俺が。だったら、サブウェポンはもう一本、あれを仕込んでおけ。まあ、だからこれはちょっと、なんか下から来たよな。あ、でもフィアはね、確か、彼女は、その使用時に対して、思いというか、なんか正しい使用でそっとしておいてください、みたいな。いや、てか、むしろ、彼を、使用時を王にするみたいな。そんなテンション、そんなノリすら感じる。どこ？どっから来んの？来た。どっから来た？そっか。フィアの英雄。暗いラニの暗月を。さあ、これ食らって、めっちゃ強っ。っていうか、弱。君弱くね？終わった。え？フィア、こんな雑魚をよこして俺に何をする気だ？お前俺から逃げたんだろ。はい、なるほど。終わり、ロジェール！ロジェールって俺が殺しちゃった人だ。俺が殺してしまった人だ。君もラニじゃない。君もフィアに見入られていたのか。君も、いや俺も、まさに俺も。そうか、ならば殺すしかないな。ちょっと待って、フィアシリーズ。待って、フィアの従者たちが来るぞこれ。やっぱ全部使っちゃった。まずいな。最終的にこれ、フィアが直接来る。ロジェールの試験持ってる。うわ、3人かい。出た！ゴータン・ライオネル！ライオネル、お前どうして？ライオネル、お前どうしてだよ。一緒に戦ったじゃないか、ラダーンと。ラダーンと祭りを繰り広げたじゃないか。どうして君が、なんでなんだよ。邪魔だ。消えろ。試験使い、そう。試験使いなんだ、彼は。知ってるよ、覚えてる。一緒に戦ったんだ。なんで？どうして？お前、なんか冷静沈着みたいな、そんな説明あったろ、モーグに。冷静沈着。掴みどころがない。それは、ごめん。あっちのロジェールの方だったっけ。ロジェールはな、俺、出会った瞬間に死んでしまったんだよ、彼は。はぁ、マジか。これ最後かな。ちょっと本気でやるわ。こいつら相手に情け容赦もない。ラニの暗月はでも追尾めっちゃするから初手としてはありだな。初手これ使って、確か魔法耐性下がるんだよね。なんか生かそう。ちょっと、ここに来て。ここは生かそう。まあ、月光と合わせるのが一番いいな。もうこれは初手、ラニの暗月ぶっぱでいいな。で、その上で月光剣と合わせていく。多分これが最強ムーブだと思う。だよな、使用時。ゴッドウィン。もう死の象徴にさせられてしまった。指読みのエンババー、指読みのばあさんたちはさ、それを正しくないっていう風に言ってかもしれないし、あと弟だっけ？剣に書いてた弟も、それは正しくないって言ってたかもしれないけど、俺は認めてやるよ。
お前と戦いさえすれば認めてやる。まだ測れてないだから。ちょっと待って、来い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 、来ないよ。来た。ここでもう発動してロックかけて、はい、ラニの暗月からの月光剣、そして月光剣。いいね、最強じゃね。これこれでもう一発、次が来い。次はロジェールだろ。待って、これちゃんとさ、全員と正しく出会っていたらさ、もしかしてみんな名前ついたとかある。これかっけえせよ。いやマジでこれ追尾がえぐい。あ、ちまった。でもこれね、月光剣大丈夫、俺の方が強い。ほらほら来いよ、ラニの暗月を見せてやる。これがな、俺の伴侶、俺がエルデの王たるその意味なんだよ。エルデの王というのはこういうもんだ、教えてやろう。また、やべ、最悪。もう発動できなかった。最悪だ最悪だ、もう一生発動できないぞこれ。待って、なあ、死の魔術を使うのか、ライオネル親方。意外とそういう一面もある。意外となんだけど、見た目によらず見かけによらず。お前突っ込みすぎだ、それがあだとなる。でもう一人は来なさすぎだろ、さすがに。君は何者だ。君はさっきも弱かったな。だがそれでいいのか。そして君は攻めすぎ、バランスが取れていないな。あ、締め取ってジエンドだった。俺が警戒すべきはライオネル親方だけか。うわっ、ダメ。一応リジェネしてるけど回復はして、魔術師なのに近接をしてくる。なかなかなことやってくるな。ちょっと待って、今ラニから浮気そうになった。俺は大丈夫だ、ラニを信じるけど、一旦ごめん、本当に一旦さ、俺同じ騎士である彼を信じていいかい。いいよね、たまにはね、一回ぐらいいいよな。ラニの暗月を見せて、見せられない、生涯見せられない可能性ある。あぶね、生涯見せられない、怠慢する。まずよし、 OK、 怠慢ならいけるだろう。来いよライオネル、お前と語り合いたかった。待って、魔術をさ証明させるならさ、これ多分魔術打たせた方がいいんじゃない。ちょっと打ってくれ、打ってみてくれ、かき消すから、その力をかき消してやる。逃げ回ろう、逃げ惑え逃げ惑え、ちょっと見たいんだよその果てを。これ見てみる、これどうだ。あ、かき消した、どっか行ったわ。あさってに行きました、あさっての方向に行っちゃいました。オッケー、終わらせましょう。まあ、かけずることは分かったな。そういうちょっとおしゃれっぽいこともできそうなことは分かりました。十分分かった。だが、ここでは使えない。いて。お互い切り結んで、そしてお互い離れていく。終わりだ。ちょいディレイなんだよな、ちょいディレイ。え？おい、それ、石化じゃない。石化っていうか、あれ死だよね、死。死の根の、霧だよな、死の霧だよな。分かりやすく言うなら、分かりよく言うなら、ね、いつまで逃げてる俺。もう終わらせよう、終わらせよう、ライオネル。お前がそんな男だとは。傍観な男、ただ一人の女を愛しただけだろうが。待って、これ終わんない可能性ある。終わった。フィアの霧、おいフィア、何なんだよお前、勝手にいなくなって、D を殺して。何をしてるんだお前は。D は、いや、D の弟も、使用時を垣間見たんだろう。ここで何をしてる。やはりあなたがやってきましたか。そんな気がしていました。それでどうされるおつもりですか。あの乱暴な黄金律の原理主義者のように、我らの全てを否定するんですか。ゴッドウィン、うわ、ちょっと待って。え、なにこれ、この選択肢は酷だろ。うわ、どうする、どうしよう。マジで、これマジで分水嶺だ。これどうしよう。マジで、この先のイベントに関わってくるぞ。そうだ、いや、抱かれたい。そうだは敵対ルート。抱かれたいは、迎合するルートだ。ただ、え、これでボス数変わっちゃうんなら、俺は、いや、答え決まっている。いや、抱かれたい。私は死に生きる者たちの庇護者。
汚れの魔女とさえ呼ばれる女です。祝福を見たんだろ。それでもあなたはそれでもなお私に抱かれてくれるんです。ちょっと待った。マジか。ラニという人がいながら、これは過ちだぞ。あ、ちょっと待ったひそやかな話、ちょっと待って。 NPC として、あなたは成功を見たことがありますか？あー待って、ラニの後を見たことがあるな。はい、ひそやかな話。ゴッドウィンの成功は円卓でとの、待った、あの、えけどそれはもう一つ存在。おい、ちょっと待って。私はそれを探さなければなりません。我らが王をいただくその時までに。それってラニの、いや、ちょっと待った、ちょっと待とう、これはラニを裏切ることになる。これは、いやー、もうこれはそうだって言ってしまえばよかった。移動してみるか。そうだと一言言ってしまえばよかった。そうすればこんなに辛い気持ちにならなかったのに。どこに連れて行かれる？王とローでいる。攻撃できる。ある？いや、あるはずだ。これ、少し見覚えがあるぞ。あるはず、ここは。普通に来たことある。ここがフィアの、もともといた教会とかだったのかな。多分ここは別に特別な場所ではない。ここ飛ばされるんだ。あれ、深い死の根ってどうやって行ったんだっけ？エインセルガーだっけ？ラダーン倒してラニのイベント進めてアステール行くところだっけ？じゃあローデイル一応入れる。まあでもローデイル別に入れるか。いや違う、ローデイルは竜のツリーガード倒さないと入れないよ。ああ、入り口の入り口に飛ばされただけか。まあここ先行けってことだね。なるほど。とんでもないイベントに絡まれてしまった。まあ、少し判断しました。ラニについて。知力はちょっとお預けでいいでしょう。まあ、この魔術も使えたしね。使えたし、一応進化は発揮しましたよ。わかりましたから。まあ、でも、デバフを乗せるって意味ではかなり強い気はしますね。ただ、やっぱりそれでも今、精神力上げていかないと、ちょっと、いろいろと支障が出てる感じがするので、まあ、しばらくは、一応使う候補としては入れときましょう。フィアの霧。前方に死の霧を生じる。霧は死の状態上効果を持つ。円卓に対するための魔術であり、汗人にしか効果がない。ってことはもう対人用って感じなんだな。これグラングもちょっと怪しいよね。多分死に関わってるよね。間違いなく。かつてグラングは恐ろしい獣であったという古き名がデミゴッドの死を意味するほどに。その、どういう意味なんだろう、それって。デミゴッドさえ恐れる、恐れおののく、そんな、ほんと神話レベルの神話級の強さを持ってるみたいな。そういうことかな。少し落ち着いた。大丈夫。この死の成婚は、もうラニに、用はないみたいな、興味があれば行くがいい、みたいなことで言われてるじゃないですか。で、ラニのイベントはもう俺は終わってると思ってるんですよ。彼女との愛はもうすでに結ばれてると。あとは俺が王になり選択するだけ。だからフィアのイベントを進めることは、その選択肢が増えるに過ぎないと。いうふうに考えます。これでラニの、ね、これでラニとの、その約束が違われるようなことはない。違うことはないんです。きっと。信じるよ。頼むぞ。ありがとうございます。これでゴッドウィンはあるべき最初の死者となり、死者に戻るってこと。きっと再び偉大な生を得るでしょう。これ戦えるってことか。あなたは私の家、私たちの英雄です。私は何もできませんが、せめて一時だけ強く抱かせてください。光宿、え、違う、光さす帳の恩寵、ちょっと待て。おい、え、ゴッドウィンと同金する？そしてきっと宿すでしょう。黄金の王子にしてデミゴッド最初の使者たる彼の再びの生を。蘇るってことか。死に生きる者たちためのルーンを、あなたにお願いしたいのです。私の子、ルーンを掲げ王になってはもらえませんか？やっぱりそういうことか。死に生きる者たちのそのありようを許す。我らのエルデの王に。選択肢か。闇のオーエンドですね。やっぱり渡してよかった。てか渡さないと進まないからな。多分そうだを選択しても彼女はここに居続けただろう。きっとそうだと思う。え？これでどうなる？
ここに現れるかな。プロロッシュ超えときゃお別れ。でも私は満足しているのです。押し付けられた遺体でなく自らの意志でゴッドウィンと同意禁止。そうか、子を宿す。え、待って、資金ってそういうことか。いやでもそうか、生命を吸い取ってでも結果的に死んでたってことだよね。死体と寝させられていたみたいな風に今取っちゃったけど、多分そういうことだ。ってことはこれから生まれてくる子と俺は戦うことになるな。フィア、フィアに触れる。至近の夢に入りますか。はい。マジか、始まるのか、始まるのか、デミゴッドが出てくるのか。夢の世界がこれから行くのは彼女の。シリュー・フォルサクス。え、待った、フォルサクスってさ、あれ、フォルサクスってあのゴッドウィンの盟友友じゃなかった。シリューってなんだよ。おい、痛えよ。やばい、死ぬ、まずい。うわー、ランスタデル・レランパーゴ死ぬ。体力がやばい。ちょっと待って、これ死が撒き散らされてる。やばすぎる、ここ。え、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。俺の想像していたものと違うな。フォルサクスってそうだよね、盟友だよ、ゴッドウィンの盟友だよ。光さす帳の恩寵、一時的に強靭高め、その持続時間は通常よりも長くなる。至近の乙女は生涯ただ一度だけ英雄にこれをもたらしたという。それだけが乙女の意志に任されたのだと。そうか、ここで使うか。エリアとしてはここなのか。てっきり復活したゴッドウィンと戦うのかと思ってた。あの強さ、まあガードしても意味ないだろう。これは全力でいこう。まあ俺の本気はこれだからね。あと結構死の状態以上が怖いから、まあ、これかな。これをとりあえず使ってある程度高めて、でも効果力で押し切っていこう。行きましょう。危険なのは馬が使えないことだな。そこだけは警戒しなければならん。まず初手でこれが来るから、まずこれをどうにかかわして、雷と死がまとわれてんだよな。また、でも根本は竜だ。根本は竜って考えると、あつ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 、動けねえこれ、邪魔すぎる。煙が、もやが邪魔すぎる。根本が竜って考えると、ここで近づいちゃって、これは近づいて大丈夫だったんですよ。いけ、いいね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 。根本は竜ならダメージはでかい。 OK、 ランサクスと戦った経験が生きるかもしれない。これこれでかわして距離取るんだ。とりあえず、とりあえず距離取ってで来る。これはドーンって言うよ。そう来るの、まずい。回復して、やばいやばい、離れろ離れろ離れろ、逃げろーい。なんだ、何かが当たった。この距離なら魔術の領域だな。これちょっと大粒手あたり打つか。大粒手いいね、大粒手強いね。これちょっとこの距離で魔法かもしれん、ベストは。よし、大粒手はアップデートで強化が入った魔術の一つ。つえちょ、つえ。いや、竜ならそうだ、竜なら根本は一緒だ。根本なことは一緒だから、根本的なところは一緒だから、まずい。ダブル、はい、ドン。やべ、ジャンプ、はい、ジャンプ、はい、ジャンプね。ジャンプ覚えた、俺はエルデンリングでジャンプ覚えた。来る、やべ、見えてない、見えてない、あぶね。なぜか受けた。ローリングしてたらかわせてしまった。で、これはダッチ、これが意外と追尾してきてるのかな、可能性があるな。状態耐性上がってるからこれ来るよ。なんで避けらんない、マジ。バチってるバチってるバチってる、これ時間差で来るのか。あぶね、あぶね、半分死ねた。分かった、今時間差で来てた、時間差で攻撃来てた。そういう攻撃だ、回転させるんだ、だろ。よし、いって、やばいやばい、なんか食らってる食らってる食らってる、まずい、見えない見えない見えない。これが当たんないんだよな。申し訳ない、当たらねえ。近づいて
ブレスが来る。かわせるんじゃない？マッチタブレスか。直下型ブレス。あっち。こういうところですね。うわ、攻めきれん。あ、なんかわかった。これかわせるかも。来る瞬間にローリングすればかわせる。ちょっと頼む。正面になんか攻撃を。チャンス。これだ。いける。うわ、これだよ、これこれこれ。マジ？雑すぎる。雑すぎるよ、これ。あっちへ。ちょっと待って。わかったわかったわかった。わかった。どっちかにしよう。徹底しよう。戦い方を。戦い方をどちらかに。徹底する、俺は。魔術を打つのか。それとも、近接でやるのか。徹底しよう。魔術だ。魔術で行こう。魔法剣士らしくね。でき得る戦術を取ろう。正しい戦術を。どれがいいかな。今のでも大粒手で良さそうな気はしたな。ただアデューラもあるな。ただリーチのこと考えるとやっぱ大粒手ぐらいがちょうどいいな。行きましょう。次で勝つよ。俺は確実に勝てる戦いにしか興味がない。さあやろうぜ。フォルサクスよ。シオの盟友よ。俺もお前のとこに送ってやるから。火力これどうなの？なんかそんな変わんない気がしないでもない。いや変わってる、変わってるよな。気のせいだよな。よし、来るぞ。これはドーンで来るから一応ジャンプしとこう。フォルムはまさに黒竜だな。カラミーとそんなところも見える。これがね、刃当たる。くそ、これまでなんとなく買わせていたものが当たってしまった。だがつぶて、奇跡魔術。基本的な魔術だ。おそらく魔術師の大半がこれを収めるだけで生涯を終えてしまうという。だがだからこそ、この魔術は洗練されているんだ。だから強いんだ。お前の攻撃は確かに、かっこいい。見た目も派手だ。まさに最強であろう。だがな、基礎をおろそかにしたもんには、勝利はないんだよ。つえ。おい、なんだこの魔法、強すぎるぞ。これなのか？フィアの生んだことは、使用時ではないのか？フィア。いや、魔術強。魔術強くない？で、ちょっと、ルーンはね、余らせないようにします。極力鉱石に変換。あ、死竜の追憶だ。黄金のゴッドウィンが死王子となった後、古竜はその友のうちで死と戦い続けた。その戦いに勝利はなく、ただ虫歯みだけがあった。忘れなかったんだな。彼が死んでも。いや、ある意味彼と一緒になって戦い続けたということか。かっこいい。かっこいいじゃないか。一時期クソ食いに傾倒してたのがちょっともう忘れたくなるぐらいすごいかっこいいわ。なんでクソ食いに見入られたんだろうね。万死に値するよ。フィア。待って、傷跡が一つになってる。修復ルーン。使用時の修復ルーン。フィア。フィア。フィアー！修復ルーン。これどこかで大ルーン、ちゃんと大ルーンにしなきゃいけない。あった、使用時の修復ルーン。壊れかけのエルデンリングの修復に使用できる。壊れかけのエルデンリングの修復に使用できる。至近の乙女フィアが宿したルーン。エルデの王が壊れかけのエルデンリングを掲げるとき、その修復に使用できる。エルデの王はマリカか。まあ、マリカであり、ラダゴンであり。ってことですね。それは二つの欠陥が合わさった聖痕であり、死に生きる断りを律の一部とするものである。黄金律は運命の死を取り除くことで始まった。ならば、新しい律は死の回帰となるであろう。いや、そもそも黄金律って、死なないみたいなところなのかな。黄金律の教えみたいなところは。死がなくなる世界。まあ、つまり無限つく読みで、もうみんな幸せな世界みたいなところが壊れたんですよね。つまり、それはおかしいと、ラニが。ラニが壊したんだよ。そもそもラニが首謀者なのか、あれは。だからこそ、この使用時のルーンを使うことで、ちゃんと死が、その輪廻に加わるような形になるってことですかね。つまり、エンディングの一つですね、これ、多分。すまん。もう、ダメだ、俺も資格がない、今。フィアに対して、ラニって言おうとしてる時点でもう、俺の心はラニなんだよ。ダメだ。ごめんなさい。フィアさん、本当にごめんなさい。は？おい！黄金、何やってる？お前 D じゃないか。
どうして殺した？ディエ、トクトミヨ使用獣。この汚れたバイタは肉塊はもう二度とこうやぞさぬ。お前何をやってるんだ。ディエ、お前死んでいなかったのか。それが報いだ、ディの怒りだ、魔女め、使用獣め。ああ、聞こうか。汚れの魔女は死んだ。黄金律は汚されぬ。そうか。D は知らないんだが、俺がそのルーンを持っていること。黄金を我が魂を律したまえ。あ、彼は黄金律原理主義者だ。そうか。そうだもんな。だからこそ、フィア、フードローフ。ダメだ。殺すな。NPC を殺してあげない。それが俺の律だよ。D も消えた。D も消えた。あ、分かたれぬ双子の剣。双子の兜、鎧、鉄鋼、速攻。あれは幻だったのかもしれない。もう何なんこれ。何なんだこれ。もうこのイベント何なんだ。そして俺は使用時と戦えないのか。フィア、ありがとう。もう君に抱きしめられることはできないけども。おい、ちょっと待て。帳の音調、光るやつってこれ、一回きりだったんじゃないか。あ、違う。そうか。そうか、一回きりだよな。これも、帳の音調、これも一回きりだよ。ちょっと待って、これがあるってことは、ちょっとまた体力減ってんじゃないのこれ。おい、フィア。なんという置き土産を。え、大祝福で休む。あ、こんなんできたの？知らんかった、俺。え？俺いつもなんか、わざわざ別のとこ行って、祝福座ってたのに。できんのかよ。初めに言ってくれよ。いやー、なんか、いろいろあったな、今の。いろいろありすぎたな。ポルサクスの雷槍、死の雷撃。これがゴッドウィンが放った雷か。赤き壮雷は古竜戦役において最も強き岩の名を持つ古竜の象徴であった。岩の古竜だったんだな。だったら、古竜岩のあれくださいよ。俺に。最大強化に必要なんです。まあ、俺にフィアを愛す資格はないよ。だってラニの夫となる、伴侶となる、そして王となる、クロウとなるから。入り込みすぎたな、ちょっと。ここら辺にしとこう。俺そろそろラダゴン外したいんだけどな。ラダゴン外すんなら、生命力30まで振らなきゃいけないよな。てか、杖はルーサットでいきますか。じゃあ、深き死の根はこれで終わりかな。まあ、せめてね。至近のフィア。安らかに。まあ、彼女もまた一つの結末に向かって、まあ、自分の祝福、自分の使命ですよ。どういう形で王となるかは、人それぞれあるからね。多分、それぞれに与えられた使命は違うんだと思う。導かれた祝福ってのは違ったと思うんですよ。俺が今選んでいる道と彼女たちが選んでいる道も違うのかな。至近の乙女が遺体に寄り添い纏うもの。周囲の味方に HP をゆっくり回復する。これ人に与えてるんだよ。それは枯れ切った遺体を傷つけることなくただぬくもりだけを伝えるという。フィア、優しい女性だったんだよ。大丈夫、俺は分かってるから。双子の鎧。分かたれぬ双子、D は二人いる。二つの体は二つの意志、そして一つの魂。共に起きることはなく言葉を交わすこともない。この揺れは望んでるんだろうか。もう一人の D の元にあること。あ、そういうことだったの。あ、そっか。てかさ、俺渡したっけ、防具。D の。D の防具をゲットしたんだっけ、確か。乙女フィアに殺された D。で、彼にそれを渡したことで、本物、まあ、もう一人の D になったんですよ。だから名前を意図的に D って隠してたのはそういうことか。双子をね、どっちが D になってもいいようにってことか。な、そうだよな。防具。防具ウィン王朝。あそこ防具ウィン王朝っすね。絶対。もう絶対そう。たどり着きたいわ。てか、あそこがモーグウィン王朝だとしたら、このエリアまだ俺終わってねえな。モーグウィンがこうだとしたら、この辺？じゃあ、こっから行くのか。どうせワープだと思うけど。いや、ということで、ちょっと浸ってしまったな。まあ、ということで、じゃあ本筋に戻りますか。本筋なのかわかんないけど。火山の方に行きましょう。まあ、ここからちょっとね、捨て振りもかなり慎重にやっていきましょう。あと何レベル増えるかわからないしね。